プラットホーム東スマ駅は、兵庫県神戸市スマ区若木町一丁目にある、山陽電気鉄道本線の駅である。駅番号は、SY03。対比線設備などを有し、阪神本線から直通してくる一部の列車は、当駅で折り返す。また、赤市、姫路方面から山陽スマ駅発着の列車も、当駅まで改装して折り返し、山陽スマ駅で、 再び営業運転に戻る。車庫所在駅である関係で当駅を始発、または終着とする列車が設定されている。島式2面4線のホームを持つ、京城駅。改札口は1カ所のみ。月見山駅方に、東須磨車庫がある。1990年代前半頃までは2面3線だったが、改良された。偶数番線が、主本線。 奇数番線が対比線である。三番線からは姫路方面への出発も可能で、採用スマ発着の普通列車の折り返しにも使われる。板宿からは三番線に、月見山からは二番線の入線にも対応している。二面三線時代は、現在の一番線はなく、現在の二番線が旧一番線、現在の三番線が旧二番線、現在の四番線が、 Q3 番線で、Q2 番線は上下線共用の対比線であった。上りは毎時4本の運行。前列車、高速神戸まで各駅に停車する。下りは毎時4本の運行。夜間には S 特急も発車する。神戸市統計所によると、2017年度の1日平均乗車人員は1770人であった。 山陽電鉄全49駅中25位である。他の神戸市内の山陽電鉄の駅同様微減が続いていたが近年はほぼ横ばいである。以下に各年の利用状況を示す。ありがとうございます。